ユニオンアービーファーストディビジョンバッジ、ザバイブコープス、アメリカ合衆国の南北戦争における北軍第18軍団は、ノースカロライナ州の部隊を統合して編成された軍団で、後にジェームズ軍に所属した。第18軍団は1862年12月24日に、ノースカロライナに駐留していた5個師団を統合して、創設された。軍団長は、ジョン・フォスター少将で、 創設当時は北軍中最大の軍団であった。1863年8月までに創設時の部隊はほとんどが解散するかよそに移動になった。しかしながら常時撃巡傷の師団と8月に廃止されたバージニア軍管区の第7軍団の部隊の多くが第18軍団の所属となった。1864年春。 軍団は元第6軍団長であった、ウィリアム・ファーラー・スミスが指揮していたが、ベンジャミン・フランクリン・バトラー少将のジェームズ軍に加わるため、バージニア州ヨークタウンに送られた。第18軍団は、失敗には終わったものの、バミューダ・ハンドレッド方面作戦で大きな役割を演じ、コールドハーバーの戦いにおいてもポトマック軍の援軍として参加した。6月12日、 ユリシーズ・グラント中将は、南軍ドバート・イーリー大将の北バージニア軍が、動く前に奇襲を行うため、第18軍団を、バージニア州、ピーターズバーグに向かわせた。6月15日から18日にかけての第2次、ピーターズバーグの戦いでは、劣勢な南軍 PGT ボーリガードに対する一時攻撃を、成功させた。しかし、ボーリガードの兵士たちを、 外周の残豪から追い出した後、スミスは南軍の反撃を恐れて神経質になり二次攻撃をかけなかった。もしこの時攻撃が行われていたら、ピーターズバーグは容易に占領できていたであろう。ピーターズバーグ包囲戦では第十八軍団の残豪は南軍主力の前線に最も近かった。このため約一ヶ月間にわたる連日の小競り合いのために、 大きな損害を出した。8月26日に第10軍団と交代し、バーミューダハンドレッド、さらにジェームズ・カワキタガンに送られた。霊下の第1師団は、8月29日のハリソン、トリデーの攻撃を成功させている。10月27日、1862年5月のセブンパインズの戦いと同じ場所で、フェアオークスとダービータウン道路の戦いが発生したが、 第18軍団は南軍に撃退された。第18軍団は第10軍団と共に1864年12月に解散した。両軍団の白人部隊は第24軍団に、黒人部隊は第25軍団として再編された。スミスは病気のために1864年7月に軍団長を退き、後任にはエドワード・オードが就任した。 9月には、ジョン・ギボンが短期貫式を取り、オードがチャフィン農園の戦いで負傷した後には、チャールズ・ヘックマンが一時的に軍団長を務めた。その後、ゴドフリー・ウェイツェルが戦争終了まで軍団長を務めた。ありがとうございます。